皆さんこんにちは。あなたのくるくるクールがマリオメーカー実況、今日もやっていきたいと思います。今回は国内のとても難しいのいいねランキングから因縁対決マリオ対クッパユズさんのコースを遊んでいきたいと思います。39秒の 2.39%、 とても難しいの中では 2% 超えているんで、まだ希望は見えますよ。希望を捨ててはいけない。もうコースのタイトルから察するに、クッパや七光も対戦していくコースだと思いますよ。サムネにいらんって書いてあったのが気になるんだけど、このモップは投げる系ですね。最近こうやって左に逃げる系のコースが、やばい、人間の対決に敗れました。とりあえず金結構もらえてるのはそれでも優しさなのかな。ちょっとちくわだったと思うんで、ちくわには要注意やでと。ちょっと詰まっちゃったけど大丈夫っぽい。よっしゃ、意外とカップに追いつかれないもんなんだね。中間ゲットを次に進んでいこう。この間もこうやって左に金をかけられるコースだったけど、あれもユズさんのコースでしたっけ。ちょっと覚えてないんだけども、なかなか素晴らしい作りにはなっているんだけど、ここに切れた、右切れた。おっねー、しゃがむ。今度はしゃがむという動きが入ってきてるだけで難易度が一気に上がってますよ。クラビンクラビンさん、いやあそーん。しゃがむ、走る、跳ねる、次次これで要注意。 OK、 うまく取れた。なんか次多分来れないけど、今さえできれば OK。 次なんだっけ、クロリーンして、クロリーン、あ、よいしょ。結構強引だったけどいいかな。あ、嘘、ちょっと待って、ちょっと待って、もう宿命の対決終わった。よし、勝ち逃げ勝ち逃げ、今やられるところだった。危なかった。3、2、1、来る。いやー、最後逃げ切ったと思ったのに、クッパさんの最後っぺで結構危ない目になっちゃいましたね。それでこそ強敵と書いて友と呼ぶマリオとクッパさん宿命の対決でございました。勝ったのは僕だけどね。よし、次のコース遊んでいきましょう。因縁対決マリオ対クッパユズさんのコースでした。ありがとうございます。お次はこちらのコース、ザ・シンプル砲台を添えて2マロンさん、クリア率 1.57% でベストクリアタイム7秒ですね。どういうことでしょう。砲台を添えてザ・シンプル1500円シリーズ、懐かしい。これは叩くでしょ。叩いていいんだよね。叩くよ。てか上に登れないよ。上に登れないんだけど、あれあれ、なんで登れないんだこれ。あれ、右に行けない。あ、行けた。行くよ。来る来る。多分この砲台は2個出さなきゃダメなんだと思うな。そして当たるんだな。2個出す、2個出るのを待って、ギリギリのところで、この辺、くるくる。踏めないじゃないかーい。たま3ついる ?2 つかな、どっちだと思う。あ、畜生めー。あれは絶対無理だわ。とりあえずやっぱり2発は出す。うん、2発は出すべき。くるくる、よいしょ、くる、よし、これでいけるかな。くるくる、え、くるくるくる。畜生め、そこにあるとは思ってなかったわ。よし、2発目の弾が発射されるまでにここのブロックに乗れれば OK かな。この上に隠しブロックがさらにあるなんていうことはないよね。ゲー、あの弾を踏んで、あ、踏んじゃダメじゃないの。ダメダメ、あ、届いた。届くんかい。なんだなんだなんだ。マリオタイム、マリオタイム。まあ、オッケーオッケーオッケー。クリアできればどんなクリア方法でもオッケー。それがくるくるクールチャンネルのマリオメーカー実況、ザ・シンプル砲台を添えて2マロンさんのコースでした。ありがとうございます。それでは次のコース遊んでいくる。お次はこちらのコースですね、ぬるぬるスタースライダー孝太郎さんのコース、ベストクリアタイム34秒、クリア率は 2.26%。 遊んでいきたいと思います。
は上か。んと、どういうことだ。ぬるぬるツタスライダー、まずクールが吠えているんですが、あ、ぬるぬる動く、え、どういうこと。なんでツタに捕まれないんだこれ。あ、上ボタンを押すと一気に上まで行ってる。え、え、待って、どういうこと。仕組みがよく分かってない。なんでこんな変な動きをするんだろう。まずこの辺で、嘘、どうなってんのこれ。どうなってんのこのコース。お、一発でいけた、一発でいけた。さっきまでの苦戦は何だったんだっていう、全く仕組みが分かってないけど、とりあえずこれで先に進んでいけるぞ。また何か隠し要素があるのかな。今度は、はい、ジグザグ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 、上下上、あ、ネットが取れた。どっかに隠しがまたあるんじゃないの。ここのガリガリの上怪しくないですか。今のところいけそうな気がした。ねえ、いけそうな気がしません。皆さん、気のせいでしょうか。気のせいかもしれません。とりあえず進んでいくよ。ジグザグ上下、あ、逃げた。ほらほら、今のガリガリのところ絶対いける気がする。ここのガリガリじゃなくてもどっかのガリガリの上空いてるんじゃないの。うん、中から上上、今度上、よっしゃ。あ、でもここで結局取られていくスタイル。ちょんちょんちょん、鍵は、え、待って、ここまでメットをかぶってこなきゃダメ。それ気づかないか。まったく、いやらしさ全開だなこのコース。ちょんちょんちょん、上、ほらここで取られる。どうするこれ、やられとく。ちくしょうめー。よし、今度こそ今度こそ今度こそ真ん中キープで上に上がって降りて、上下、あー下上、で、ちょん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 、やったー。すーごい苦労したんだけど、なんでこんなに苦労して、まだ終わりじゃないのかよ。中間2つ目か。なんだよ、メットもキノコも両方持っていくの。オートって書いてあったような気がする。オートって信じるよ。死んだぞ。上干し、上押しようとか。了解了解。それでいい。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って。マリオの動きが全然わからん。そしてゴール、グッジョブ。すごいけど、これどういった仕掛けなの。ぬるぬるツタスライダー、孝太郎さんのコースでございました。ありがとうございます。最後、演奏系コースで終わりにしましょうかね。漫画日本昔話。いいな。でんでんでんぎり返ってバイバイバイっちゃったよ。いいな。
僕も帰ろう。やられたんすけど、あれやられたよ。はい、そんなわけで漫画に一本抜かし話でした。ところどころ引っかかっちゃってブロック叩いたんで音も入っちゃったんですけどね、普通に進んでるだけじゃやられちゃったんで、まあしょうがない、しょうがないということにしといてください。人間っていいな。というわけでくるくるくるのマリオメーカー実況、これで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。それではバイバーイ。